はい、福井玄与門営業中。え？玄与門。玄与門。うなぎ、うなぎでしょ。次第行きましょう。せいろ蒸し。一緒持ち帰りやぞ。これでいいんじゃん。これ普通っぽいな。ね、うなぎ大盛りはありませんね。あるやん。変更200円。まあ、マムシとセイロには大盛り。マムシとセイロには大盛りはございません。これにはないよ。この辺は大盛りでいきますよと。うん、これも大盛りでいいんじゃん。うん。わかんのか。これでいい。高いもの美味しいな。うん、山椒はかけへんので。よかった。関西風のはずや。うん。蒸してへんの。蒸してへんけど、なんていうの、ふわふわしてるっていうか。ご飯多いな。ご飯多いな。漬物食われる。うん。この生姜も食われる。うん。生姜食うの。うん。これ生姜わかんない。漬物もらう。うん。生姜も食べへん。うん。たまには食うぐらい。たまには食うの。俺紅生姜は絶対食べへん。メジャーの。お寿司についてるやつとか。牛丼についてるやつはかけてしまう。かけてしまう。うん。あれはもう 100% かけない。赤いやつだろ。なんかそういう山椒も。そういったら苦手やねん。はい、うなぎの臭みを取る。そうそうそう。だから最後の方が味変で。でもこのうなぎ臭ないやん、あんまり。ちょっと、ご飯多かったわ。ご飯多かった？大盛りにしたね。うん。
余分なことした？いや俺全然いけると思うんですよ。いつも大盛り食べてたんやけど、うん、今日なんか元気ないんかな。欲しいな、うん、ちょっとご飯頑張ってしまうな。ご飯だけ残る。ちょうどよかったわ。うん、何が？え、このちょうどいいか、多いわ。多い。これで、これより少なかったらなんかこう、寂しいな。俺も今度波やわ。波？うん。うまかったけど。うん。これ何号ぐらい？1号以上ある。1号あるかな、うん、2号。2号はない、うん、1時やからやっぱりちょっと出て帰るわ。